こんにちは、長野インターネット補足と申します。こんにちは、設計 しました宮崎です。宮崎さん、はい、今日オープンということで、はい、長野県立美術館、はい、いよいよスタートしましたね。そうです、よかったですね。天気もいいし、皆さん楽しまれてるみたいで非常に嬉しいですね。はい、まあ全般的な設計をされたというふうにお聞きしたんですけども、はいはい、一番苦労だったところっていうのは何かあったんでしょうか。いや、まあ、苦労っていうか半分楽しまして設計させていただいて、はいはい、まあ、この善光寺さんの隣と城山公園と、うん、これだけ素晴らしいロケーションのところに設計する機会ってなかなかないんで、そうですよね。まあ緊張しながら設計していました。なるほど。まあ現に今今日10日なんですけども、はい、まあ横には善光寺さんがすごくよく見えますよね、はいはい、すごいロケーションです。まあ、こういう環境の中で、はい、まあ、長野県初の美術館というふうにお聞きしたんですけども、はい、それを作るにあたって何かこう、はい、決意みたいなのあったんでしょうか。まあ、この風景を大事にしたいという形と、いろいろな方が気軽に来れる美術館になりたいと、まあ、今朝朝から来てるんですけど、はい、本当に子どもさん連れ家族連れの方が多くて、非常に嬉しく思ってます。やっぱ人がいる風景ってやっぱりいいですよね。なるほど。まあ公園、こう城山公園本来ね、はいはい、って言うんですけども、本当に公園の中に美術館があるという。そうですね。そしてなんか雨渡りができるっていうか、もう公園も美術館も公園なので。そうですね。雨が降ってもそこへ入れば、うん、そうですね、心配なく。ある意味入場するときにチケットを買わなきゃいけないっていう美術館じゃないんで、はいはい、本当にその展覧会を見たいと、その企画展を見るときのみチケットなんで、そうじゃなくてこの美術館というかこの建物に入れるっていうのが、まあ、この、まあ、美術館の運営方法も方針もあるんですけど、うん、それが素晴らしいと思います。なるほど。まあそういった中で、はい、何年かかったんですかね。設計始めて約2年、はい、工事で約2年で4年ですね。2017年の、なんとなく夏頃から始まってますから、うん、4年弱って感じですね。4年弱、はい、我々にとってはもうそれくらい逆に、うん、ないとゆっくりやっぱ考えて現場を見てっていうと最低4年はいるなと思ってます。あ、まあ、大きなプロジェクトというか。そうです、大きなプロジェクトですよね、はい、で、まあ、はい、オープン、はい、新築オープンと、はい、そうですね、まあ、ここにつけたわけですけども、はい、なんか珍しいその石が出てきたっていうのを聞いたんですけども。工事中に地下6メーターぐらいですかね、はい、石が大きなのが出てきたんで、これ美術館の学芸の方にこんなの出てきたよって話をしたら、うん、アーティストと一緒に、最終的に企画をしましょうよって言うんで、前のテラスのところにありますので、ぜひ見ていただいたら楽しいかと思います、うん、なるほど、はい、でワークショップとしてなんかその石を磨く。そうですね、これからですね。これからきっと美術館さんがその作家と一緒にやる期間がきっといつなんでしょう、連休ぐらいですかね。なるほど、ええ、まあ、そういった偶然出てきたものをまたアートにしてしまうっていうのもまた素晴らしい取り組みかなと。だからやっぱりそうですよね、予定調和じゃないものがいろいろ、霧の彫刻なんかもそうなんですけど、工事の途中に、うん、こういうのできないかみたいな話が出てきたりしてますので、はい、そういう意味ではいいかもしれないですね。絶えずこう予定が変わりつつながら、そうですね、発展していくというか、それが逆に4年という歳月があるからこそできることかもしれないですね。あ、まあ、今回はその、まあ、建具 その、まあ、化学薬品なんかの関係で、はい、展示できないものもあったっていうふうにお聞きしたんですけども。あ、そうですね、要するにですね、建築、美術館っていうのはコンクリート打って2年間っていうのが一応あるんですけど、そうなんですか。まあ、そうすると完全にその建物の中のアルカリとかの関係が OK になるっていう前提があるんで、今年の夏にグランドオープンっていう形になると思います。なるほど。今年の夏が過ぎてからです。はいはい、それまではこう気軽にいろいろ楽しめる美術館っていう形になってます。まあ、本格的に始動するということですかね。グランドオープンですね。グランドオープンですね、はい、分かりました。はい、宮崎さんとしては今後どんなこう設計者になりたいというふうに思ってるでしょうか。いやいや、まあ、今日はもう逆に美術館さんにこれをお渡ししたんで、これが美術館さんがいろいろな使い方をしてもらうのが一番嬉しいなと思ってます。あとはプライベートではどうでしょうか。プライベートでは、まあ、はい、いろんな機会があれば何でもやってみたいなと思ってます。ぜひまた
長野の、あ、ぜひぜひ、あの機会があればそうです、ね、やりたいと思います。応援をしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうもすみません。